アイテム番号 SCP-005 合鍵オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-005 にはどのような観点から見ても差し迫ったリスクは存在しません。たとえそうであっても独特な機能を持っていることから使用を制限するために特殊な取り扱いが必要となります。収容エリアから持ち出すにはレベル4スタッフ最低1名の認可が必要です。説明。外見上 SCP-005 は華美な装飾の鍵に似ており、1920年代に使われていた大量生産の鍵の特徴を持っているように見えます。この鍵が発見されたのは、とある民間人がとある警備厳重な施設に侵入しようとこの鍵を使用した時のことです。 SCP-005 は機械式であろうとデジタル式であろうと、ありとあらゆる鍵付録 A を参照を比較的容易に開けるという唯一無二の能力を持っているようです。この力の源は未だ不明です。補充。なくしたセキュリティパスの代わりに SCP-005 を使う場合はレベル4スタッフ最低1名の監視が必要です。自動販売機の修理、ロッカーの解錠、自宅の鍵の代わりに使用することは許可しません。校内から持ち出したものは直ちに処分します。付録 A。 SCP-005 はほとんど全ての種類の鍵を開けることができますが、実験の結果、鍵の施錠機構自体を偽装することによって SCP-005 の力を少なくとも若干は妨害可能であると判明しました。ボランティアたちが鍵の施錠機構を発見できなかったケースの約 50% において SCP-005 は解錠に失敗しました。これらの結果から SCP-005 は試験的に知覚力がR に分類され、 SCP-005 の認知能力を測るさらなる試験が行われています。ただし SCP-005 が鍵を見分けるのを妨げるような特性は何も見つかっていません。前述の鍵の施錠機構はただ厳重に隠蔽偽装されていただけです。